半蔵門は江戸城にある門の一つである。城の西端に位置し、まっすぐ、公衆街道に通じている。大手門とは正反対の位置にある。住所は東京都千代田区麹町一丁目。また東京メトロ、半蔵門線、半蔵門駅周辺の故障。桜田門と同じような真型であったが、櫓門の部分は明治時代に撤去された。この門内は、 江戸時代には吹上お庭と呼ばれ、隠居した仙台将軍や将軍警視などの住居とされた。現在は吹上御苑と呼ばれ、吹上大宮御所、九中三殿、生物学ご研究所、天皇が稲作をする水田などがある。天皇、内廷皇族及び秋篠宮家の皇居への出入りには、主にこの門が用いられている。他の皇族は関門を使用することが多い。 一般人の通行は認められていない。太平洋戦争で旧来の門は消失し、現在の門は和田宗門の高来門を移築したものである。服部半蔵正重半蔵門の名称については、この門の警護を担当した徳川家の家来、服部正重正成不死の通称、半蔵に由来するとする説と、三郎祭の出汁の作り物として作られた像が、 あまりにも大きかったために半分しか入らなかったことに由来するとする説がある。定説は前者であり、服部家の部下がこの門外に組屋敷を構え、四谷へと通じる甲州街道沿い一帯が旗本屋敷で固められていたことに由来するという。これは、非常時に将軍を甲州街道から幕府の天領である甲府へと安全に避難させるためと言われている。その意味で、 半蔵門は江戸城の絡めて門にあたる。ありがとうございます。